出来上がりはこんな感じですね。どうもこんにちは。新米クッキングのひこです。今日はレアチーズを作っていこうかと思います。材料の紹介をしたいと思います。クリームチーズ、バター、生クリーム、それにプレーンヨーグルト、あとレモン汁にゼラチンですね、とビスケットいったかな。こちらで作っていこうかと思います。その他にも用意するものがあります。型、これクッキングシートを敷いてますね。こちら、クッキングシート。そして麺棒、ボールなどなどあります。それではやっていきたいと思います。まず最初にビスケットを袋に入れて、麺棒で細かく砕き、ボウルに移し、バターを入れてかき混ぜ合わせます。クッキングシートを敷いた型の底に敷き詰め、冷蔵庫で冷やし固めます。やっていきます。もうすでに美味しいんですけど、ビスケットを砕いたやつですね。こんな風に砕きますね。まずもん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 砕いて、ジリ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 って、グリ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 やっていきます。細かくなるまでやっていきますね。で、細かくなったらこんな感じになっちゃいますね。はいはい、ビスケットをボウルに入れてバターをかき混ぜていきたいと思います。こちらにバターを流し合わせ、混ぜ合わせます。バターですね、熱っ。こちらはですね、50g です。無塩です。はい、このもんでよろしいですか。型に入れていきたいと思います。3個分作れますね。型の大きさが 11.6cm の型を使ってます。普通は 15cm ですけど、ダイソーとかで 11.6cm がありましたので、こちらを使ってます。これを冷蔵庫で冷やします。ゼラチンを水でふやかします。こちらですね。30cc の水に 10g のゼラチンですね。こちらを溶かしていきたいと思います。こちらを溶かしていきたいと思います。うわうわうわ、もう固まっちゃう。そうでもないかな。はい、続きましてボウルにクリームチーズと砂糖を入れ混ぜ合わせます。レモン汁、プレーンヨーグルトを3回に分けて加え、その都度かき混ぜます。はい、やっていきたいと思います。あ、ごめん、砂糖お願いし、砂糖どうぞ、持ってきます。と、はかりと。
クリームチーズ。常温に戻したクリームチーズですね。これどうやって開けるんだ。開けるとチって書いてるけど開かない。手が滑ってる、うん、ありがとう。クリームチーズ入れていきたいと思います。200g です。クリームチーズは 200g ですね。そしてあと 60g を入れたいと思います。はい、砂糖 60g 入れます。これでプレーンヨーグルト混ぜ合わせ、レモンジュースヨーグルト、ホイッパーとホイッパーでかき混ぜながら、やっぱクリームチーズ常温に戻してるからすぐ溶けますね。すぐかけ混ぜやすいです。に150g、はい、こちらプレーンヨーグルトです。少し3回ぐらいに分けてとレモン汁を入れて大さじ1、かき混ぜていきたいと思います。よしよしよし、砂糖ザラメ使ってるせいか色が真っ白ではないですね。はい、3番目の工程終わりです。こんな感じになりました。別のボウルに生クリーム 150g 150cc かな、これ、7分縦に泡立てます。生クリームですね、150cc だから、こんなもんかな。これを7分まで泡立てたいと思います。氷水の上でハンドミキサー使います。はい、7分泡立てました。よし、鍋に生クリーム50を入れ、沸騰直前まで温めます。火から下ろして2のゼラチンを加えて溶かします。やりました、こちらになります。
これを3のボウルに少しずつ入れて混ぜ、さらに4を加えて混ぜ合わせます。つまりこちらにこれ今ゼラチンを入れて、こっちの生クリームもこっちに入れて入れる工程ですね。はい、やっていきたいと思います。今度は生クリームですね。あれ、加えていきます。はい、これをかき混ぜ、型に流し込み、表面をきれいにすると。どんな味だ。うん、美味しい。もうちょっと酸味が欲しいところですね。酸味欲しいですね。うまい。レアチーズになってる。さあ、ってた。これは型に埋めたいと思います。最初にビスケットを、型にビスケットを入れたやつですね。だから、ビスケットがカチコチになってますね。これにクリームを流し込んでいきたいと思います。半分にしようかな。3つできましたので、 2.5 できましたので、冷蔵庫に冷やしていきたいと思います。冷蔵庫にはですね、約2時間ですね。はい、入れていきたいと思います。あれから2時間が経ちました。レアチーズケーキができましたので、型から取っていきたいと思います。ここか。うわ、よしよしよし、こんな感じですね。さらに使えない。その前にどのようにした。うわ、レアチーズケーキになってる。出た。行きたいと思います。はい、完成です。
こんな感じで出てきました。見えますかね。ぐるぐるぐる、こんな感じですね。はい、ちょっとカットをしていきたいと思います。それから実食ですね。本当勉強かな。おお、これからの2分ですね。こんな感じになってます。見えますかね。こんな感じですね。はい、じゃあそれでは実食していきたいと思います。ここ食べていいやつ。はい、食べてください。いただきます。お味はどうですか。おいしい。おいしいね。後からレモン足したから、それがうまくね。もうちょっとボロボロ感があったけど、ちゃんとしたレアチーズになってますね。ちょっと見てもらった。はい、このレアチーズケーキ星いくつでしょうか。改良の余地があるんで星2つ。星3つ中の2つでしょうか。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。この動画が面白かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまた。